皆さんお久しぶりです。くるくるくるです。先日、うぷ主がツイッターでお世話になっているグループで、靴をテーマにコースを作成し、そのベスト3を、同じグループの実況メンバーが動画で発表しようという企画がありました。他の実況者さんは日曜日に動画を公開したんですが、うぷ主は休養が入ったため、少し遅れての投稿となります。本来実況者それぞれ入賞3本、佳作を1本実況する予定だったのですが、私たちが実況する予定だったコースは、代わりにゆっくり実況先輩のなおさんが実況を代わってくださいました。まずは佳作に選ばれた3名の方、おめでとうございます。草花さん、浅川さん、摂津庵さん、おめでとうございます。そして企画を立てていただいたグループの皆さんに、審査をしていただいた方、ありがとうございました。それでは、早速入賞したコースをご紹介していきたいと思います。まずはこちら。孝太郎さん、靴作り棒 VS 目角作り棒、おめでとうございます。さて、早速遊ばせていただくんだぜ。こちらのコースは、すでに誰かが動画にしているので他の人に回してもいいかもと思ったが、そんなの関係ねえ、賞に選ばれました。なんという賞のネーミングセンス。この賞の名前を考えたのは、まあ本人の名誉のためにやめておきます。なんだかモフイセンスの名前だね。そうだね、モフイよね。そしてこちらのコースですが、グループの他の実況者さんは通常ルートでクリアしていたので、私たちは各地ルートを通って進んでいきたいと思います。今のところ、通常ルートと変わらないね。ふむふむ、ここまでのプレイで、靴を脱いだり履いたりしてるけど、これがこのコースのコンセプトになってるみたいだよ。通常ルートは今のところをさらに右ですが、隠しルートはここまで来たら逆走します。ファイヤーバーが避けにくいから気をつけてください。そしてここで勢いをつけてキラーの上に飛び乗ります。あ、上に一箇所だけ空いてるところがあるんだね。背景をよく見ると違和感があるので、ヒントはきちんと出ていたね。ここでなぜかアミーゴは綾崎優ちゃんにチェンジ。これは制作者さんの趣味なのかな？ふむふむ。で、七光からグッドクラウンを奪えばいいんだね。そうなんだけど、こいつは他のコースで戦う七光と比べると、相当手強いんだぜ。地面にはトゲにガリガリ、甲羅まで降らせてきて、なかなか隙がないよ。アミーゴは無限に出てくるんだけど、それでもかなりきつかったね。さてさて、コースに挑戦するのも、もう5回目くらいだったかな？七光相手にこんなに苦戦したの、初めてかもしれないね。通常ルートも難しいんだけど、こっちにはこっちの難しさがあるね。よし、ようやくこの先に進んでいけるな。それではお邪魔します。こっちのルートから来ると中間ポイントが取れないんだね。そこはやっぱり、通常ルートとの差別化のためなのかな？ここで靴とアミーゴの補充ができるんだな。まあ、やられたらまた最初からなんだけどね。ここまでとはなんだか雰囲気が違うよ。びっくりした、何が何だかわからなくて焦った。なんだあれ、まさかあれが中栗棒なのか。あれ、ちょっとこれどうやって進んでいけばいいんですか。ふむふむ。ちょっとヨウム、そんなわけのわからないこと言ってる場合じゃないよ。さあ、最初からやり直しか。あれから10分くらいかかって、やっと戻ってこられたよ。七光マジうざい。そして今回は、こっちのアミーゴのままここまで進んできてみました。ステージの最初の方でもやったように、靴をうまく脱いだり履いたりして進むみたいだね。七光との熱い戦いに時間かかりすぎて、すっかり忘れちゃってたね。ステージの作りをしっかり確認して、コンベアや音符、バネとかをどう使えばいいか考えないとな。青張りで見えにくいレイアウトになってるけど、しっかり確認すればわかるはずだよ。ここまでアミーゴのまま来ないと、クリアはできなくなってるね。そして最後は、大きい靴でヒップアタックしてやるんだぜ。霊夢、このコースはどうだった？マリオメーカー職人ランキング上位の孝太郎さんのコースだけあって、ものすごく細かいところまで作り込まれていて、最後まで集中して楽しむことができました。さて、それでは次の賞を獲得したコースをご紹介していくる。紳士会の神さん、靴を履かないマリオと、靴作り棒のダブルジャンプ、おめでとうございます。では、ふむふむ。こちらのコースは、
変化球のまま、スタイルを貫き通しているでしょう。見事に獲得されました。相変わらずのネーミングセンスですな。霊夢、もうそれ以上は言ってあげるな。審査員という立場上コース作りには参加せず、20コース近いコースを遊んで審査してくれてるんだからね。それだけのコースを遊ぶだけじゃなく、審査して評価をまとめるなんて想像以上に大変そうだよね。なるほど、それでせめてボケてみたいということで、大体のセンスはあんな感じに。このコース、本当に靴は履かないでずっと進んでいくみたいだな。靴をテーマにしたコース作りっていうお題で、こういうギミックを思いつけるのは本当にすごいよね。今度は、羽のついたハイヒールを利用して、同じように進んでいけばいいのかな？キラー砲台が見えているから、まずはあそこをなんとかしないといけないみたいだね。ハイヒールの動きが少しじれったいな。仕方ないよ、だってゆっくり実況だもん。ふむふむ。あ、霊夢、それ使うのやめてよ。ふむふむ。もう、マリ様でやめてよね。さて、少しは尺を稼げたかな？いや、せいぜい6秒から8秒程度だったな。って、あれ？これ、キノコがないとダメなんじゃない？また今の言葉で間を繋ぐの？いや、ここはカットだな。今度はうまくダメージを食らわずに壊せました。というか、ここでダメージを食らう方が大変だよな。ふっふっふ、霊夢、マリサ、あの言葉を使わなかったから失敗してるよ。それじゃ、またカットだね。それでは今度こそお邪魔します。今のところで予想以上に時間がかかってしまったな。今度も、基本的なやり方は同じだよね。だとは思うけど、このコンベアって靴くり棒は進んでいけるのかな？おっと、向きには注意なんだぜ。どうやらダメみたいだね。ということは、この先に何か仕掛けがあるんだろうな。なるほど、ピースエッジだね。これならコンベアの動きが止まるから、あいつも進んでこられるね。あとはミスをしないように、上にあるやつを叩いてやるだけだな。それではお邪魔いたします。ここで中間ポイント。まさかここまでチュートリアル的な感じだったのか？まさか、かなり難しかったのに、そんなわけないじゃん。霊夢、そのまさかだったみたいだよ。頑張るぞー。現実逃避する暇があったら、ギミック理解するのに時間を使ってくれ。何よマリちゃん、ちょっと冷静すぎるんじゃないの？いや、な、他の実況者さんたちの動画時間30分近かっただろう。あんまりダラダラしてたら、やばいことになってしまうんじゃないかと思ってな。よし、サタサタプレイでどんどん進めていくぞー。マリサ、霊夢の扱い上手だね。これでも、80本以上の実況を一緒にやってきているからな。今度のエリアは、大きな筒くり棒の上にゴム兵やら横ばいインやらが乗せてあるね。だけど、下からバブルが出てきてるんだぜ。これやばいんじゃない？多分、ゴム兵を爆発させないように進んでいかないとダメっていうことだよね。そうみたいだな。とりあえずやり直すとするか。ボム兵のタイミングはある程度規則性があるから、何回かやってみればタイミングがつかめるかな？画面のスクロールもうまくコントロールしたいところだな。これでもダメか。これってもしかして終わった？だな。諦めろ霊夢。いや、まだだ。入り口側の扉まで行けばきっとなんとか。はい、いつものお約束パターンだね。これはうまくいったんじゃない？そや、さっきやられてから3回はやり直してるもんな。あのあと1回でクリアしましたよ。本当ですよ。果たして視聴者さんはどちらを信じてくれるか。缶コーヒーでも置いてあるのかな？私はどちらかというとジョージア派だよ。頑張ってコートとか、毎回応募してたな。懐かしいんだぜ。あれ？コーヒーどこにもないよ。霊夢、上をよく見るんだぜ。え？私まだハゲてないよ。そうじゃなくて、上にパウダーあるでしょ？あれを使って、右側のボスを倒すんだよ。え？あれがボスなの？神様に騙された。ちくしょうめー。紳士会の神様を信じなかった霊夢、地獄行き。他の方の動画を見ると、尻尾やメットをうまく使えば、下にいるくり棒を履くこともできるみたいなんだぜ。マリサ、履くのは靴の方だよ。そんなこといちいち突っ込まなくてもいい。お前に言われるまでもなく皆さんわかってくださるから大丈夫だ。履くのは靴だろって突っ込んだあなた、あなたはうつ主と霊夢レベルです。病院へ行くのをお勧めいたします。
今回の企画で選ばれてるコース、ボス戦結構きつくない？さっきのコースの七光も、中ボスのくせに強かったもんな。あ、ちなみに靴は履かずにゴールを目指します。コースのタイトル的にもな。ここまでなんとか倒してこられたけど、ここで敵さんは羽ブラックパックンか。あっちもふわふわ飛び上がっちゃうから、攻撃のタイミングがなかなか来ないね。これはかなりの長期戦になってしまいそうだな。どうする？カットする？いや、またカットですかって言われてしまうから、このまま頑張ってみるとするか。それでも思ってたよりか早く倒せたかな？敵はまだ残ってるから、最後まで油断するんじゃないぞ。こっちは、一回でもミスったらまたやり直しになっちゃうもんね。プラトに挟まれたりしたら、即死になっちゃうからそれも気をつけないと。長かった。本当に長かった。でも、ボスも倒したしこれでようやく終わりだね。祝福のコイン、ありがたいんだぜ。唐突な青狩り。これは上に行けばいいのかな？待て霊夢、なんだか私には嫌な予感がするんだが。そこの砲台はヒップドロップで落とせるね。ハテナブロックの中身は、息アップキノコか。あれ、ここどうやったら進めるの？中間ポイントのところにあった葉っぱを切らさないままここまで来ないといけないんじゃないのか？あれをノーダメージで突破できる人なんてそうそういないと思うよ。やばい靴が消える。まさかまたボスからやり直しか？いやまだきっとなんとかなるはず。どこかに隠しアイテムでもあるに違いない。きっとそうに違いない。かくなる上はゴリゴリじゃあ。霊夢、このコースはどうだった？ボスが強かった。あと最後はゴリゴリが成功法に違いない。神様、哀れなうつ主と霊夢をお許しください。さて、それでは次の賞を獲得したコースをご紹介していくる。くるくるくる、靴狩り。マジか？いくらどんで買収してたって噂もあるよ。審査ミスじゃないよね。どうやら本当に選んでいただけたみたいだね。靴の特性を一番活かしたコースになっていたでしょう。ということで選んでいただけたようです。へえ、うつ主もなかなかやるもんだね。最初の頃のコースはそりゃひどいもんだったんだけどね。実況というよりは解説という感じになってしまいますが、ご了承ください。羽付きハイヒールでピースエッジを発動させたらトレネットをかぶって進んでいくよ。もしミスしたりしてもこのコースはほとんどの場所にやり直し用の扉を用意してあります。ここはうまくホバリングして反対岸まで飛んでください。中間ポイントの後は、強制で小さくなるようにさせていただきました。今履いたばかりの靴は、ここの丸々の中に脱ぎ捨てるよ。カカシさんは、今のところでだいぶ詰まってたみたいなんだぜ。さて、靴の脱ぎ捨てジャンプを使ってハテナブロックを叩きます。するとバッシンがずれてくるので、下に落として道を作って進んでください。お次はワンワンを踏んで上にジャンプ。ここは少しだけ難易度高かったかな？上には、干渉用に靴くり棒セットを揃えておきました。あまり意味はないんだけど、こんなとこに隠しブロックもあったりします。左右に分かれているけど、どちらに進んでも同じ方法で攻略できるようになっています。大きいハイヒールと緑の靴で、性能が違うって皆さんご存知でしたか？ここも、靴の風圧を使ってゴム兵を爆発させてやります。そうすると、中央の大きなゴム兵が爆発するようになるので、鍵を取って先に進んでいってください。トゲネット、ファイヤーフラワー、さらに大きなハイヒール。これだけ最強装備を手に入れた後は、もちろんボス戦だね。ファイヤースッパクラウン、この状態だとものすごい火力の攻撃ができるんだよ。いつも苦しめられてるクッパを、逆に圧倒的な火力で倒してほしいと思い、こんな形にしてみました。他の選ばれたコースのボス戦と比べると、ものすごく簡単だと思います。ここで一旦ハイヒールとはお別れです。またすぐに手に入るんですけどね。さっきのところで脱いでおかないと、ここがなんかおかしなことになってしまうので脱いでいただくようにしてみました。うつ主のコースだし、さすがに私たちは一発でクリアできたな。皆様、
長時間のご視聴お疲れ様でした。まさかウプ主のコースを選んでいただけるなんて、思いもしませんでした。今回入賞したコースはもちろん、選ばれなかったコースもいいコースばかりで本当に勉強になりました。また次の企画案もあるようなので、とても楽しみです。最後に、メンバーのすべての皆さん、ありがとうございました。